はいどうも皆さんこんにちは、アルタです。アルタのダンススクールやってました。さあ今回はですね、 K-POP ダンスのここがすごいよということで、まあ今までいろいろとこう K-POP ダンスについてお話をしているんですけども、まだ K-POP ダンスを見たことがない方、見ているんだけれども改めてその良さを再認識したい方に向けた動画でございますね。今回は要素4つ、 K-POP ダンスに欠かせない要素4つをご紹介したいなというふうに思います。まず1つ目がですね、ダンスがすごいよでございます。運動量だったりとか、あとはその振り付けの揃い具合だったりとか、もう見ていて単純にすごいものがどんどん目に飛び込んできますよなんていう状況がありますから、これねすごいんですよ。当たり前のように今僕らは見てますけども、やってる方たちはとにかくすごいことしてるんですよっていうところが1点で、2つ目はですね、構成力っていうところで、実際に踊ってる時のフォーメーションですね。フォーメーションがこう移動していく、人がこう動いてったりとかする、もうそのさりげない緻密に計算された移動だったりとか、踊ってる時に何かをこう形作ってるっていう、そこの造形みたいなところですね、もう非常にポイントかなというところもありますと。でですね、3つ目、これがですね、情熱、踊ってる方たちのとはいえパッションがすごいと、ダンスに対するその向き合い方みたいなところの情熱みたいなのがすごくあるので、踊っていてね、やっぱりこう心躍らされるというか、いけ頑張れみたいな風に思わず手に拳を握ってしまうよね。拳ってなんぞや、拳を握ってしまうようなダンスが見れるっていうところのポイントになります。あと4つ目ですね、これは振付師の方が超有名ということで、世界的なダンサーの方たちが振付に加わっているので、 K-POP のこのダンスシーンですね、 K-POP の振り付けってほぼほぼもう世界のトレンディー的な、もう最先端の振り付けが取り込められてるんですよ。あのタイアップしてる方たちがもう世界の大会で優勝してしまうような方たちが振付師に入っているので、そういったところも見どころになりますからね、そういう話題性みたいなところもあります。まず一つ目ですね、もう皆さんご存知と思いますけど、 BTS というね、グループのダンスを見ていただきます。このチームの何がすごいかっていうと、あのとにかくダンスの迫力がうわーっとこの1曲通してずっと衰えないっていうところですね。でこの曲の本当にラストね、20秒ぐらいを残して本気でガンガンにまだ踊ってくるよっていうところを見ていただきましょう。という感じで見ていただきました。これ DNA という曲なんですけども、すごいんですよ。曲の終盤でここまでガンガンに踊り込んでくるっていうところですね。もうね、そのしかもその勢いが衰えないっていう、あ疲れたとかならないんですよ。最後までめちゃめちゃに走り切って出し切るっていうパフォーマンスが魅力的からのですね、セブンティーンというチーム、このチームも非常にダンスが魅力的なんでございまして、その迫力あるダンスをこちらですね見ていただきましょう。という感じでございます。いかがですか、このね13人という大所帯でここまで緻密に練り込まれた、もう計算し尽くされたフォーメーションでここまでガンガンに揃ってるんですけれども、揃ってるこのダンスの運動量はすごくないですか。むちゃむちゃジャンプするし、むちゃくちゃ動き回るし、うわーっていうところなので、とにかく立ち止まることがないというところもポイントになってきますね。今見ていただいた通り、ちょっとこう2つにグループを分けて第2陣がずらーっと攻めてくるみたいな、こういうところの見せ方もポイントで、勢いがねとにかくどんどんこうもう畳みかけるかのようなダンスをすると。で曲もやっぱ結構ちょっとこうアップテンポな曲なので、もう見てる側もってなっちゃいますよね。この勢いがそのまんまダンスに反映されていて、でこの曲もね3分半近くずっとこのテンポで踊り続ける、しかも歌い続けるっていうところなので魅力的なんですよ。これぜひあのミュージックビデオも見ていただきたい。めちゃくちゃかっこよく作り込まれて、お金も大変かかってますから超かっこいい。とにかくたくさん見てください。あとこのまあシンクロ率っていうところで言うと、ドボーイズっていうところのチームですね、このチームのダンスもですね非常に揃っていてシンクロ率が高い。という感じでございます。またここのチームもねすごい揃い具合で言うと、先ほどのそのセブンティーンっていうチームとまた同格ぐらいの揃い具合のパフォーマンスをしてくるっていうことで、結構業界では有名なんですけど、こんだけ大人数でいてもここまで揃えられると。じゃあ少人数のチームはどうなんでしょうかというところですね、見ていきたいと思います。
という感じですね。先ほどのチームとかとはまたちょっと打って変わって爽やかさがある曲ですよね。こういう風にイケイケのガンガンの曲とかじゃなくて、ちょっと爽やかにクールに踊るっていうところも、K-POP のその音楽の幅の広さっていうところになります。まあこういう感じですね。5人という形をうまく使いながらこう間抜けたりとか高さの高低差見せたりとかしながら踊ってると。まだまだこれ若手のチームではあるんですけれども、若手でこの実力なんですよ。層が厚いですね、ダンスを踊ってる。でからですね、次が、構成ですね。構成力、これは造形っていうんですか、先ほどの、BTS のチームのこのね DNA また見ていただきたいんですけども、これは非常に分かりやすい造形というところで、みんなでですね一つの何かの形を作る、それをダンスに取り入れようっていうところの取り組みでございます。これね素晴らしいんですよ。見ていただきましょう。というところです。今のこのみんなが手をつないでガーっていう風に何かを通してる、あれ DNA が通ってるわけですね。僕らの遺伝子が通ってると。でまあその人と人とのつながりみたいなところがコンセプトになってるので、こういう風にデューンっていう風に何かがこうバンバンに通っていくみたいな見せ方があります。こういう風にみんなで何か一つのものをこう表しながら踊っていくっていうところも K-POP ダンスの魅力になってますんで、他のやつもねちょっと見ていきましょうか。今度先ほど見ていただいたセブンティーンっていう曲のまあ、見ていただいた感じで、ここに一人ウォン君という方がいらっしゃるんですけど、この人が何かをこう動かす動きに合わせて後ろのメンバーたちがこう操作されていくっていう、まあこういう操作系ですね。一人の動きに対してみんながこういう風に動いていくなんていうところの見せ方もあります。あ、これ一体どういう意味があるんだろうっていうなんか魅力がありますよね。他にもこれは次はですねモンスター X というチームのジェラシーという曲なんですけども、いただいた BTS はサビのダンスですよね。で今セブンティーンというチームに見ていただいたオーマイという曲は一番最初の部分で、例えば B メロとかサビが終わった後の踊り方でもいろんなこうフォーメーションっていうんですか、見せ方個性が見えるので見ていきましょう。メンバーの人のダンスを起点にして周りがこう動くっていうところと、あとはこの振り付けにみんなが追随していくみたいな感じで、リーダー的なねダンスリーダー的なポジションでこの人の動きに合わせて周りがこううまく動いていくなんてところも魅力になるんですよ。ダンスを一貫していろんな見せ方をしてくるので、こういう見せ方もするし、サビでがっつり踊ることもできるしっていうバリエーションがとにかく豊かと。という感じです。今度はですねメンバー全員が何かの一つのこう形を用いて、それぞれのタイミングに合わせて手だけ出す手だけ出すみたいな感じにして、一つの何かこの十字のねプラスっていう字ですかねのところのこう弓矢を射るところだったりとかっていう、何か具体的な何かをこう造形するような場合もあったりしてます。これはTXT というチームのクラウンという曲なんですけれども、これは先ほど見ていただいた BTS というチームの弟分にあたるチームですね。これがねまた非常にこう革新的な、 K-POP 界において革新的なんですけど、ダンスやってる方なんとなく気がついたと思うんですね。こういう風に手を使った振り付けって結構ダンス界で見るじゃないですか。これが先ほど、ちょっとちらっと話した振付師っていう話につながってるんですけど、結構この振り付け作ってる振り付け師の方たちは、若手のダンサーさんで有名な方たちで、こういう手のタット振りっていうんですか、手を使って何か造形的なものを、使いながらそれをダンスに落とし込んでいくっていうプロフェッショナルな方たちが振り付けに携わっているので、実はですねそういう裏もあったりするんですよ。というような見せ方のチームもあります。5人というところのフォーメーションをうまく活かして移動がスススサササっていう風に動いて、しかも見てください、この最後にみんなでこう相手の頭に手を乗ってったりとかして冠を作ると、こういう風に手で何かをまた作っていく、このねクラウンっていうのは結構最近トレンドなんですけども、結構前からトレンドにはなってるんですけど、そういうものをこう取り入れてるっていうところで、こういう風に5人で何かの一つの形を見せる、今みたいなフォーメーションもさりげなく、ピラミッドの位置からピラミッド崩してもう一回ピラミッドになる、
みたいなところがもう当たり前のようにどのチームもやってくるので、これガールズグループになるんですけど、イッチっていうチームですね。でからですね、今度次はねパッション情熱っていうところで、まあとはいえ踊り手さんたちの情熱がすごいんですよっていうところでね、この情熱についてはぜひ皆さん、あの僕のチャンネルの方からですね、たくさんそれぞれの、アーティストの方たち単体で一人ずつをこうピックアップして、このダンサーさんたちすごいなっていう人たちをピックアップしてますので、ぜひね、僕の、チャンネルの方からたくさん見てみてください。次ご紹介するのは僕が、K-POP 界のダンサーさんたちの中で大好きな3人をね、ご紹介したいと思います。セブンティーンのディノちゃんという方ですね。ディノちゃんという方、ディノという名前のディノちゃんって呼んでるんですけど、ディノちゃんですね。この方も非常に素晴らしいダンサーさんで、今回ですねこのダンソロジーっていう、まあ、アーティストさんとしてもダンス単体で自分で動画を、公式のチャンネルから上げてらっしゃるぐらいもうダンス大好きなダンサーさん、ディノちゃん見ていきましょう。いや最高じゃないですかっていうところですね。このジュラスブラザーズのサッカーっていう曲もめちゃめちゃ有名じゃないですか。こういう風にもう本当に有名なアーティストの曲でここまでがっつり踊ってらっしゃるっていうぐらいの、もう力に自信のある人たちがもうこうやってガンガンに一人でソロで踊ったりもするっていうところでですね、こういう風なダンスができる方たちが揃ってるんですよ。これがまたね K-POP 界の素晴らしいところからのですね、もうお一人この方も外せませんね。 BTS というチームのね、J-HOPE 先生ですね。という感じでございます。もうますます続きが気になりますよね。続きはぜひですね概要欄の方から飛んでみてください。これはですね Boy Meets Evil という曲ですね。 BTS というチームから、細く大先生 J-HOPE 先生が、出演されてる感じです。こういう感じでソロで作品をこう出すっていうところもポイントになってきますから、すごいでしょっていうところです。あのヒップホップダンスをメインでやってらっしゃる方なんですけれども、こういう風にちょっとコンテンポラリー寄りなダンスも取り入れてらっしゃるっていうところで、ソロでも戦う力があるっていうところですね。で、もうお一人前ですね、ウェイシェン V というチームからですね、テン君ですね。ウェイシェン V、 あとは NCT というチームに入ってますけれども、テン君のダンスも素晴らしい、見ていただきましょう。こちら この曲も結構有名な曲ですね。タキタキという曲ですけども、こういう感じで超有名な曲でここまでやっぱ踊ってると。でこれもやっぱソロパフォーマンスなので、それぞれが、自分たちで振り付けを考えたりとか、もうその人のために作られた振り付けでその人だけが踊ったりっていう、ここまで贅沢な使い方をしてくださるっていうところですね。一人一人のそのダンスをもうダンスとして見ることができる、鑑賞することができるっていう、もうはーみたいな感じですから、ここもまた魅力的なところです。今取り上げた3名の方以外の方でもこういうダンスをたくさんやってらっしゃるので、それぞれにやっぱねキャラクターがあり個性的なところがあって魅力になりますから、ぜひ皆さんのね大好きなダンサーさんを見つけていただければなというふうに思います。で最後ですね、振付師の話になるんですけれども、超有名な振付師の方たちがこの K-POP 界には関わっていらっしゃっていて、ロイヤルファミリーっていうチームがありますよね。あのダンスの世界大会で3回ぐらいも優勝しちゃってるすごいチームの方たちがいるんですけども、そこのですね、パリスさんっていう方ですね、もうそこのリーダーの方で僕の1個か2個上の方なんですよ。確か年齢で言ったらすごいですよねっていう、もう同世代の方なんですけど、もう本当にかっこいい方で、その方が実はあのビッグバンのベンベンベンってあるじゃないですか。で、G ドラゴンさんがこう綱をこうやって引いてるところでガーってやってるスキンヘッドの女性の方がいらっしゃるんですけど、あの方が、結構この K-POP 界の密接なこう関わりを持ってる方で、その方自身もリアーナさんだったりとか、まあその世界的に有名なジャスティン・ビーバーさんだったりとか、そういうアーティストの方とコラボしてる方が K-POP 界の振り付けにこう携わっていらっしゃったりとか、日本人の方ですとリエハター大先生だったりとか、あとは、シットキングスさんですね。あのチームの方にチームとして振り付けに携わっていらっしゃったりとか、あとは中曽根さんですね、中曽根梨乃さんとか、あの方も、NCT っていうチームの例えば舞台の演出、総合演出まで手掛けていらっしゃったりとか、あとは菅原小春さんだったりとか、いろんなその日本人として有名な、世界的に有名なダンサーさんたちも K-POP 界とコラボレーションをしていると。 Let's kill this love。
というもうこのかの有名超有名なキルディスラブですね。こちらの振り付けをやってらっしゃる方もキルトゥーティンさん。さあこちらの曲を、振り付けされてる方もなんとそのキール・トゥーティンさんという方で K-POP の2大女性アーティストで言われる TWICE と、ブラックピンク、この2つの振り付けをまさに一緒くたにやってらっしゃる方なんですが、この方なんとですね、先ほどお話ししたロイヤルファミリーというチームで世界コンテストで優勝してる時のメンバーの一人なんですよ。今こちらでね、真ん中にいらっしゃったこの方がパリスさんです。もうこの人がこのチームの振り付け全て演出を担ってる超凄腕のダンサーさんです。そしてこの方がキール・トゥーティンさんです。なんと同じチームで踊ってらっしゃる方。もう見ていただいて分かると思うんです、やばすぎるんですよダンスが。世界大会で優勝したメンバーの中のお一人のキール・トゥーティンさんが今は TWICE とこのブラックピンクっていう2大のチームの振り付けも担当されてるっていうことで、すごいんですよロイヤルファミリーって。世界大会で3度も優勝してるこのチームのメンバーの人たちを振付師に持ってくるっていうところがこの K-POP 界のすごいところです。業界を通じてこういうもうイケイケのダンサーさんたちを、先ほどまあ申し上げた日本人のダンサーさんたちも有名な方たちも含めてこの方たちがバックについて振り付けを作ってるんですよ。だからもう本当に極上のこのピラミッドの一番上の一滴の雫が K-POP 界のダンスシーンに根付いてるというわけなので、これがすごいところです。だから振り付けですね、ちょっと解説しててももうすごいんですよ。振り付けのテイストだったりとか音の聞き方だったりとか、世界最高峰の振り付け師の方たちが振り付けを作ってる、もう魅力的でしょこれなんですよ。なので歌ももちろん素晴らしいですし、もうそのルックスですね、ビジュアルも皆さん本当に綺麗だしかっこいいし背も高いんですけども、やっぱ踊ってるダンスがこれだけすごいものがあると、これは聞いて見て損はないでしょうというところですから、もう非常にね僕たちのこの目ももうなんか自然と超えてきてしまうような感じもありますから、こういったところが K-POP 界の魅力でございますということでね、まあちょっとこう凝縮してキュキュキュっていう風にお伝えしてはいますけれども、ぜひね皆さん僕のチャンネルの方の動画の方からですね、一人一人の粒揃いのこのねパフォーマンスを見ていただいて、あとまあチームのねリアクション動画だったりとか、そのダンスの解説みたいなのもしてます。一応ダンスをちょっとやってるところでもあるので、なんとなくその凄さっていうのは分かるんですよっていうのを、まあ僕のフィルターを通してこれすごいねんけどどうですかっていう話をしております。まああくまでも僕のこのね独断と偏見によるものなんですけれども、もう少しでも皆さんが K-POP っていうこのダンス業界が楽しくなるようなツールとしてね活用していただければなというふうに思っております。こんな感じでね、ご紹介になりましたけども、いかがでしたでしょうかということで、ぜひ皆さん、気になるアーティストさん、気になるダンスなどありましたら見てみてください。まだねここではご紹介できてない素晴らしいアーティストさんなどもたくさんいらっしゃるので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ。